あれ何してるんですか。あ何してるんですか。いや来たんやんけ。ここはどこで。え久しぶりですね。いやまたご指名かかってきたよ。今日冬メニュー。冬メニュー、はい、はい、取っていきましょう。それじゃあ行くぞ。はい。京都へオージャスのミスター京都アキです。みーちゃんです。俺が代わりに言ってます自分で言うのが悪い。久しぶりで。いやほんで今日はね久しぶりに淀の発行券、はいはい、今回もまたご指名いただきまして、はい、今回はなんか冬メニューっていうことで、はいはい、やってきたんだけど、ちょっと何が出てくるかはあの続いてからの楽しみということで、はいはい、今から二人でまた久しぶりに迎えたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、なんか喋れよ。行ってきまーす。そしたら行ってください。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー。行ってきます。みーちゃんです。行ってくるぞー。行ってきまーす。変更バージョンのなんと卵とじがあるんですよね。これを食べるっていうことですね。はい、じゃあ食らいます。おさ何くん。いやいや、あの味噌ラーメン。味噌ラーメン、はい、あの喋ってくれるし取っときました。でもすごいね、味噌に卵と合うんですかね。絶対合うと思う。まあ、絶対合うわ、うん、何食ってもうまいから。ここでもうまいですね。うん、はい。いやー、来ましたね。来ましたね、久しぶり。映画反対やかに。久しぶりやわ、ほんま。またこんなん出てくるんだ。いや、もう今日は別に。ありがとう、1500円もらうな。はい、ということでやってきましたよ。はい、久しぶりの発酵パン。今回は味噌ラーメンの携帯の低速で何も知らせない。最近アッキーさんの動画出すぎて出てきなさい。今までその1年間どれくらいだろう。3年の5年くらいから年明けからずっと声かかる。見えないでしょ。声かかる。恥ずかしいのはお風呂に声かけられる。またご飯。またご飯や。またご飯。またご飯で冷麺と言ってんの。冷麺食べるね。でもその結構来たら大きいご飯の漬物みたいになってるやん。今日は漬物選べる日。勤務したくは両方いただきました。日本村と選べるの。いやいやいや無理やな。無理やな。はい、来ました。これうどんに変更。うまそうやな。これうまそうですね。お茶まかないで。これうまそうですね。おっさんやね。味噌ラーメン。味噌ラーメン。味噌も俺食うたことないけど。もう食べたことない。うまそうですね。ご飯ですよこれ。これは間違いなくうまいと思うね。うまそうやね。味噌ラーメンめちゃめちゃうまそうですよ。めちゃめちゃうまそうですこれ。味噌ラーメンもうまそうやな。これうまそうでしょ、ね、このスープ。ちょっと俺汁のうまいに、ね、これ一口もらおう。はい、どうなの。はい、どうぞ。うまー、うん、うまー。濃厚味噌が最高だよ。もう一口飲んでだけで体温まるわ。ガツンと濃いめの味がいい感じ。うん、うん、うまい。めちゃめちゃこれ深い味噌。深い味噌、うん、英語というやろ。深い味噌。深い味噌、深い味噌に卵入り。俺のは卵入ってる。チャーシューいきます。うまい。うまいっすか。うん。発酵源の激うまチャーシューは、はい、味噌の味に染み込んでむちゃくちゃうまくなっちゃう。うん、でこの卵の風味がまたいいねこれ。うん。
米です。米合うよこれ、濃厚味噌。これもうまい。パブリューでもパーンとこっくり絡めてあるけど、うん、あれ3年から5年くらい。でも麺も入ってる。花岡ベースね。うん、そうそう、うどんいくよ。花岡ベースか。え、麺まで花岡でこすんだ。あ、麺まで。すまない、すまない。見ればうまいし、これすごいぞ。うどん、うどん、うどん。万年クーラー男なんで扇風機つけてます。麺がまたうまそう。うまっ。チャーシューともやしも、てんこ盛り。濃厚味噌最高。それでは、いただきます。ここの中華そばの醤油味が好きでよく聞いてるけど、今回は味噌ラーメン初めて食べるけど、一口目スープの時にうますぎてびっくりした。昔ながらの醤油ラーメンが好きなんやけど、昔よく食べてたラーメン富士、大茶祭、そういう系が好きで、ここの中華そばがすごく美味しくて、初めて食べた時に懐かしいってなって、よく来るようになったな。これどんなのなんか初めて見た。もう食べ終わった。いや、また途中や。みーちゃんのカメラ邪魔しちゃう。さっきサイン書いてた。おはよう。カッキーさんのサイン初めて見た。みーちゃんもサイン書いてって言われたけど、何書いたらええねん。練習しな。最近はアキさんの動画に出すぎて、街中でも声かけられるし、店の周囲に行っても声かけられるし、お風呂でも声かけられるし、店でも写真撮ってくださいっていうのがあるんで、ありがとうございます。ここでちょっと味変です。何人かなって感じの入れて、あんまり辛いのは得意じゃないんですけど、ちょっと味変で入れてみました。めちゃくちゃ辛いわけでもなく、辛いの苦手な方でも食べられる辛さで、やっぱり味噌には一味系を入れると美味しいので、めちゃめちゃちょっと美味しくなりましたね。これは合うなと思いました。ありがとうございました。やばいっすね。いや、うまかったな。体も身も心も全部温まったわ。すごいね。まあ、心がこもった一杯、はい、最後、発酵最高。はい、食べてきました。食べてきました、はい、どうでした。美味しかった。美味しかったよ、最後。もうあんな濃厚なあのスープないね。あ、そうですね。豚骨スープに、はい、あの濃厚味噌、はい、たまらん、はい、味噌がまた深くて、ね、深くて、はい、もうドカーンとね、もうガッツリしててね、はい、もう美味しかった、はい、うどんもあったわ。うどんもあったわ。皆さん、あの未体験ゾーン、うどんまだ食べてない方はぜひ食べてください。美味しいよ、ほんま、はい、ということで、ごちそうさまでした、はい。チャンネル登録、2人のチャンネル登録、はい、よろしくお願いいたします。高評価、コメントもお願いします。はい、そしたら皆さん、ぜひ来てください。せーの、愛してます。ありがとうございました。グダグダした、また来ますよ。ありがとうございました。